中華民国大総統は中華民国初期の国家元首の名称。中国語で大総統内市総統は大統領を意味する。台湾に生体を置いて以降の総統に関しては中華民国総統の項を参照。1912年1月1日に成立した中華民国臨時政府において臨時大総統が設置され、1913年10月10日、正式に 大総統が国家元首として設けられた。1925年に国民政府が発足し、1928年に南京国民政府が中国を統一すると、中華民国の元首の称号は中華民国国民政府主席という名称に移行した。中華民国臨時大総統院1912年に交付された中華民国臨時役法では、臨時大総統について、 以下の権限が定められた。臨時大総統は臨時政府を代表し、政務を騒乱して法律を交付する。臨時大総統は法律を執行し、あるいは法律の委ねたものに基づいて命令を発令し、発令させることができる。臨時大総統は全国の陸海軍を統帥する。臨時大総統は管理の制度、規則を制定できる。 ただし参議院の議決を得なければならない。臨時大総統は文部職員を任命する。ただし国務院及び外交大使、公使の任命については参議院の同意を得なければならない。臨時大総統は参議院の同意を経て宣戦線、講和及び条約の締結を行うことができる。臨時大総統は法律に従って戒厳令を宣告できる。 臨時大総統は全国を代表して外国の大使、講師を受け入れる。臨時大総統は法律案を参議院に提出できる。臨時大総統は勲章並びにその他の栄典を授与することができる。臨時大総統は大社、特社、減刑、復権を宣告できる。ただし大社を行うには参議院の同意を経なければならない。以上の職権は 1913年に大総統職が正式に設置された後も大総統の職権として継承された。1914年、遠征外は臨時役法を廃止して新たに中華民国役法を交付大総統の権限を強化した。大総統は国家元首として統治権を騒乱する。大総統は中華民国を代表する。大総統は国民に対して 責任を負う。大総統は立法院を召集し、開会、定会、閉会を宣告する。賛成員の同意により立法院を解散する。解散の日から6ヶ月以内に審議員を選挙し、召集する。大総統は法律案と予算案を立法院に提出する。大相当は公益を増進するために法律を執行し、また法律の委任に基づいて、 命令を発布するただし、命令をもって法律を変更させることはできない。大総統は治安を維持し、非常災害事態を防ぐため、緊急に立法院を召集できないときは、賛成員の同意を得て、法律と同等の効力を持つ大総統令を発布する。ただし、次期立法院が開会されたときに、当該大総統令の追認を請求しなければならない。 立法院が否認した時はその効力を執行する。大総統は完成、換気を制定する。大総統は軍官、武官を任命する。大総統は海戦と講和を宣告する。大総統は陸海軍の大元帥として全国の陸海軍を統帥する。大総統は陸海軍の編成及び兵学を定める。大総統は外国の大使、講師を切除する。 大総統は条約を締結する。ただし、領土の変更及び国民の負担が増加する条件についてはすべて立法院の同意が必要である。大総統は法律により戒厳令を宣告する。大総統は爵位、勲章及びその他の栄典を授与する。大総統は大社、特社、減刑、復権を宣告する。ただし、大社は立法院の同意が必要である。 大総統が辞職、または職務の遂行が不可能の時は副総統がその職権を代行する。立法院が議決した法律は大総統によって交付、施行される。立法院が議決した法律案を大総統が否認した場合は、その理由の声明を得た上で、立法院は再審議をする。立法院の出席議員の3分の2以上の賛成があれば、 法律となるが、大総統が内政、外交において重大な危害、障害があると認めたときは、賛成員の同意を得て、大総統は法律を交付しない。1916年に、遠征外が没すると、後継大総統の霊元広しによって、中華民国約法は廃止され、元の中華民国臨時約法に戻された。中華民国政府は、1913年7月代に、 革命以降の遠征外政権並びに、軍閥政府は不法であったと位置づけている。北京政府において、正式に大総統に就任したのは、霊元広氏、女性省、総根のみ。評国省、段期随、張作林は国家元首に相当するが、大総統正式就任せず。小介析は百二十五年から百二十八年に至るまでの北伐期間。 国民革命軍の総司令、ありがとうございます。